はい、というわけで今日もお飯を作っていきましょう。というわけで本日もとりあえずごま油を引きます。豚ロース焼いていっちゃおう。白カレー、豚バラと迷ってんけどな、ロースでもいいかな。塩コショウ、今日の味付けはもうこれのみ。で、小松菜があるんで、小松菜の茎、そしてある程度火が通ったら豆苗と小松菜の葉っぱ、やっぱりちょっとだけ醤油かけます。よし、もうこれぐらいで OK です。というわけで本日は豚と豆苗の炒め物、豚豆苗炒めと炊きたてご飯で食べたいと思います。よし、行きましょう。よし、まだ何時、1時ぐらいか、ラッキー。てか言いながら2時から仕事やけど。はい、どうもパレモス協会でございます。本日はお久しぶりに豆苗を買ってきました。豆苗と豚肉の炒めでございます。俺じゃねえ、豆苗豚肉炒めでございます。すげえ俺のこと好きやな、このカメラ、まあ、こんな感じでね、はい。まあほぼ塩コショウ、最後にちょっと醤油かけました。ご飯は炊きたて、ちょっとだけわかめいただきます。こんな感じです。あとお味噌汁は小松菜と玉ねぎの味噌汁でございます。というわけでいただきます。こうしとこうかな、これぐらいがいいかな。味噌汁いただきます。うん、うまい。まずはわかめご飯、ちょっと時間経たないとダメなんだよね、これね。サクサクなんだよ最初。うん、ちょっとサクってけど大丈夫。久々やな、この豆苗。この豆っぽい匂いするね、野菜やのにね、野菜っていうかこの葉っぱっていうか、こういうなんか植物になっちゃってるのに、まあ、植物が全部豆っぽい香りのする野菜。うん、うまい。まあ、豆の苗って書くぐらいし、豆なんやろな。うん、回せませんでしたわ、すいません、すいません、ちょっとこちらの方回しませんでした。ここまでは一般公開で見てください、すいません。というわけでもいただいております。うまいな。あの動画でさ、
もう野菜不足感あるやん、俺の飯って。でも野菜は好きなんですよね。塩コショウと醤油少々でね、炒め物なんて超うまい。牛豚鶏でこう炒めるねジャンルで俺豚が一番飯食えると思うんやけど、ほんと豚肉うまいわ。まあ、唐揚げとかだけど鶏の方が飯食えるしね。まあ、牛とかで言えばカルビとかやったらね飯食えるし、だからカルビ以外はあんま米いらんねえんだね焼肉の場合。で焼肉で米食いてというお昼ランチとかとるカルビだけではそれも5、6枚でいい、うん、これぐらいの量やったら8枚ぐらい欲しいけど、うん、大盛りでもこんだけ量ないやん焼肉屋、定食屋ではね。豚塩コショウ焼く、豚を塩コショウで焼くだけでこの飯うまおかずになるっていうのはすごいよ。なっちゃうね。わかめ聖地がちょっと、ごめんね、お皿ごめん。
わかめ生地がね、結構、木は熟してます。うん。木は熟した。ピザ。うん。うまい。いよいよ最後ですね。本当うまいわ。豆苗まだ半分しか使ってないし、あれまた全部切ってから水つけといたら第2弾はいけるからね。うまかった。はい。というわけで。パテモソ協会、本日は豚と豆苗の炒め物、ちょっと小松菜入りでございました。それで美味しゅうございました。ごちそうさまでした。満足満足、良い休日をお送りくださいませ。続きはメンバーに、メンバー限定で